はい、お疲れ様です。マピーです。今回はこちら、この神のアタック下がって竜のアタック上がってるということで、速攻竜が強い補正をやっていきます。でリーダー使用率トップ5にもしっかり速攻竜が入っているんですけど、自分も使っていきます。ティアモトリーダーでフェン&リル編成でやっていきます。フェン&リルはこのランドタイラントと同じ性能ということで実装されました。はい、竜のアタックが 1.3 倍になるっていうのをね、竜炭属性の時にやってくれるということなんですけど、この駒はですね、オセロニアンの戦の各地区予選もしくはオンライン予選に参加した方ないし、決勝観覧に参加した方のみ手に入れられます。まあ、この間ねオセロニアの戦、自分は決勝観覧に行ったので、フェアのリルがこの配布されてね、今回使っていこうかなと思うんですけど、まあ、はっきり言うとですね、ランドタイラントの介護官だなと個人的には思いました。なんでかっていうと、スキルとかねステータスも全く同じなんですけど、このキャラですね、まず配布された時にプラスが振られておりません。なんで従来のね、ランドタイラント使ってる人っていうのは大体プラス出ると思うので、このキャラもらった時にランドタイラントね、まあ、持ってない人にとってはフェン&リル OK ですし、持ってる人はプラス振ってるであろうことなので、ランドタイラントを使った方がお得っていうのがあります。さらにですね、このフェン&リルキャラクターボイスが入ってないです。はい、一方ね、ランドタイラントは初期から活躍していて、しっかりキャラクターボイス入ってますと。で自分はねランドタイラントプラスもしっかり振っちゃってるんでね、こっち使った方がいいんじゃねっていうのもあるし、あとね、まあ、今回初めて使うんですけど、やっぱねランドタイラントを長年使ってきた自分には分かるんですよ。ランドタイラントってね、来てって言ったら手駒に来てくれるんですよね。なんか音声認識システムがあるかもしれないまあこれちょっと眉唾かもしれないんですけど、フェン&リルに果たしてそれがあるのかっていうのを今回ね、やっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。あと進化のテュポーンにしました。10日のテュポーンより進化のテュポーンね、今日の竜のアタックアップにいいかなと思ったのと、火力がね結構高いんで、こっちにしてみようかなっていう感じですね。まあ神タンがいないんでねメルベとかシアン対面だったらテュポーンね、あの火炎の方も極炎か、極炎の方もめちゃくちゃ強いんですけど、ちょっと今回はね火力出してみようかなと思います。さーってフェン&リルやってくれるのか。まあつってもこのフェン&リルね、持ってる人の方が少ないだろうし、動画にするのも1回かなーっていう感じなんですけど、まあこういうのもね使ってあげようかなって感じですよね。ちょっとこう気分を変えてみよう。ただあのフェン&リルの方が優秀な点も1点あるんですよね。それね、フェン&リルのが可愛いんですよね。あのこれはね、重要ですよ。例えば速攻竜使うにおいて、なんかその全てのね、デッキの全部を、例えば可愛いキャラにしたい、女の子にしたいみたいな衝動がある方はフェン&リルにした方がいいかもしれない。多分ランドタイラントオスだと思うので、オイラって言ってるしオイラっていう一人称でオスじゃなかったらそれはそれで萌えキャラですけどね。どうなんでしょうか。もしかしたらそれか、そのフェン&リルも、まあ、もしかしたらオスか。おいやっぱこれランタより強いかもしれないな。この段階で手駒に来るっていうのは自覚の塊ですね。そうですよ、だってこれ今回初めて使うんですけど、初めて使う1回目で2ターン目でフェン&リルがやってくるっていうのはもうこれ自覚の塊ですね。あ、でもランドタイラントだったら初手からあったかもしれないからな。その点に言うと正直否定できない。ランドタイラントマジであいつ自覚すごいんでね。さあ視野飛んでくる。でここデージですよ、ここデージです。おー、エルケス行くか。どうしよっかな。結構ダメージ食らっちゃうよな。 C6 で取っちゃうのもありか。 F4 打たれても場所によってはそのまま取れるしな。やってみるか。よいしょ、殴れ。いい火力。フェン&リルのバフも非常に強力ですね。これ次さすがにエルケス飛ばせねえよな。これあの F4 に打たれて召喚がへたると終わりです召喚へたるなよ、頼むぞ。召喚下手るなよ。3枚打ってきた場合は F5 にティアマト切ってから C2 5枚返しで飛ばせる可能性があるから、それでいいかな。3枚打ってきましたね。まあ貫通引いたらほぼ勝ち確だけど、痛い。引き見てから考えよう。ガツー、ティアマト切りたいけどさすがにやめとくか。まあ、D2 のコンボ弱いんで、普通に D2 切って、削って次エルケスで飛ばしますか。まあ、この場合、ビナが怖いんですけど、まあまあ、とりあえずこれできますわ。F5 にティアマト切ってもね、結構ダメージ食らっちゃうからな。ロック切ってくる。これエルケス出ますね。ほい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 。
代償する HP は残っておる。よっしゃー、 OK、 エルケス出ますね。うん、はい。いやー、乱体フェンリル強え。ナイス。17806、うん、上等です。まあこれはね、あの今日の補正の速流が強いっていうねこともありしばけたところあるんですけど、こういうことですよ。なんで、あのフェンリル持ってる人って言っても、もうそんなね、あの戦に出てるかつ決勝観覧に見に行った人じゃないとわからないと思うんですけど、あの、まあ、持ってるそのランドタイランド持ってなくてフェンリル手に入れた人はこっちにプラス振るのはありかなっていう気がする。結局一緒なんで。ただランドタイランドの方がね、やっぱこうねえ、オセロニアの顔って感じがするしね。でも今後これでねえ、フェン&リルが席巻されてねえ、ランタン読めなくなるみたいなことが、まあ多分ないと思いますけど。あとこのゲームを始めた人はね、ほとんどがランドタイラントを選んでるはず。つまりランドタイラントが持ってなくてフェン&リルを初めて手に入れたって人はほぼいないんですよ。うん、あのどれぐらいの確率かっていうと、生まれて初めて、生まれてから一度もあれですね、生まれてから一度も隣のトトロを見たことがないぐらい珍しい。うん、だからかまいたちの山内さんぐらい珍しいですよ。生まれてから一度も隣のトトロを見てないに等しいね。わかるでしょ、わかれ。さあこれはリョンも出しといて、コンボ封印やめろよ、コンボ封印やめろ。コンボ封印するんだったら俺フェンリル引くからね。封印されたんならフェンリルのバフが必要でしょ。そう、アンパンマンに登場する腹を空かせた一般人みたいなもんよ。コンボ封印されちゃった、どうしよう、お腹空いたよ、大丈夫、私のお顔を食べって言ってね、フェンリルが、はい、封印されました、しかもトップ引きですね、お疲れ様です。フェンリル頼む、フェンリル、フェンリル、ふっ。まあ次引いたらまだ間に合う。うん、次引いたらね、上をしのぐことはできる。頼むぞ、バフに飢えてるんだ俺は。早くよこせフェンリルを。って言っても割と HP はあるね。リリアスはまずい。フェンリル、フェンリル来い、フェンリル今がチャンス。これフェンリル来たらあれですね、マジコンボなしでもいけるかも。マジンコスか、いやこれ行くしかない。ここ耐えて次ライズでぶっ飛ばす。どれで、一応コンボもしくは3枚返しが残るの でこっちキャラゴマ3枚でしょ、さすがに耐えれるはず。おお、その吸収はだるい。いやこの吸収だり、ちょっといけるか、ライズ頑張れ。いや行くしかねえ。いやいけるか、 2.4 倍、なめんな、なめんな。これフェンリル最強っすわ。これフェンリル最強です皆さん。コンボなしで飛ばせたのはフェンリルのおかげです。見ましたね、こいつは速攻流におけるアンパンマンです。やっぱお腹空いた時にそっと自分の顔を差し出せる、手を差し伸べられる、いや違う、顔を差し伸べられる、そういうキャラなんですよフェンリルっていうのは。結局フェンリルなんですよね。やるな、ちょっとランタイより強いかもしれない。あれあれやるねフェンリル。いやちょっとこんなに自覚があると思わなかった。やりすぎ、しかも S ゴマ引いてないんだよこっち、すごくない？ S ゴマ引かずにコンボなしで飛ばしたぞフェンリル。まあ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 、でもツポン引いてるの素晴らしいですね。さあこのツポンね、実は火力相当高いんですよね。そう、今日の補正だと5400-500ぐらい出るんじゃなかったっけな、最大倍率までいくと。自分のキャラ竜ゴマ1枚につきっていうねところもあるし、貫通持ってるわけじゃないんですけど、火力自体は相当高い。さーて、レニアドの可能性を考えると地エリなんかも切りたいところあるけど、ちょっとここ難しいんだよな。上はヒプノスであれされるんで正直打ちたくない。まあ一応レニアドを警戒しますか、一応レニアド警戒します。 OK、 天才。最近レニアドの編成率低いからあんまねいないんですけど、ここはしっかりねケアしておきましょう。でリョモがね発動できないんじゃが、おーマイギュー、そのトゥルラ OP。
そのトゥールラ OP。 まずいですよ。あーまずい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 。どうしよっかな。これ今エルケス切っても多分勝てねえな。テュポ切るしかない。でも角進行ちょきつい気がするんだよな。うわリョも切っときゃよかったかな。でもレニアド食らうことになるもんなその場合。まあでもこれ取るかさすがに。残念。ちょっとこれはティポンで取りますわ。エルケスで取りたいんですけど、まあまあまあちょっとねリーサル早められるの嫌なんで。で、こっからですよ。大丈夫、こっから HP を残しつついけば動線を組みさえすれば。うーんマジリョもねこうなると発動できねえような。分かってた、自分でも分かってたつもりではあった。さすがにジェイン切れねえな。さすがに。でもこれでジェイン行くんだったらエルケスから切ればよかった。まあね、割と HP は削れてて、ここでフェン・リルが引ければね。で、これ B さんとか来たら結構やばい。B さんやばいっす。やめてー。B さんやばい。これ B さん気づくな。気づくな。俺の B さんに気づくな。D2 か E さんに打っときなさい、おとなしく。よーし、これチャンス。これチャンス。で、ビナは大丈夫。ジェインやる。両毛で動線組んでっか。でもデバフ強えな。とりあえず両毛で動線組んで、相手は飛ばせないはず。ただちょっとこれ次飛ばせるか怪しい。フェンリル、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 マジ活躍のチャンスだぞ。今しかないぞ。で手滑って B4 打て。なんなら手滑れ。おおデバフ来ちゃったけど、これワンチャン次耐えれねえかな。ワンチャン次耐えれるかな。それ火力、はい、キビ。これも火力出さんと次飛ばせないでやろう。この4枚返し頑張るしかない。はい、エンデが4枚で死ぬな今日のアタック。あでもエンデが入れてなさそう今日の襲い。バイセ耐えれるか。こっちのキャラこいつ1500だよね。コンボワンチャンある。1000でしょ。2500、ロック、いや5枚返し。ライズの最大火力できるか。頼むフェンリル、フェンリル、フェンリル。引かない。ライズお前がやるしかない。お前がやるしかないぞ。5枚返し行ってこい、行ってこい。よいしょ、ナイス。あぶねえ、あぶねえ。チュポン切らなかったらよかった。今日はよくね。まあまあジェン引くっていうね予定ではなかったんでいやマジな。まあでもこれはチリ切ってよかったよな。レニアドの貫通したから HP 残ったところあるんでね。あぶねえ。いやでもあそこでチリ切っちゃうとね、マジでリョモの発動マジで遅れるんで、リョモ出すかとかすげえ悩んだ。上リョモでもよかったんかな。ただ上リョモね F4 ヒップのクソきついんだよな。でしかもティル、あなティルトじゃないね、あのトゥルラ引かれてたんで、まあ結果的にあれでよかった気はする。知らんけど。オッケー、さーてとメルベユール、なるほどな。オッケー、イクサビニナちゃんいきますか。てか今年って結構即流の強化だったよな。ニナちゃんのコマアップでもそうだし、バンディの登場とかティアマトの登場とか、今年結構速攻流強化されたなって気がする。みんなどう思う。さーてさーてどうしよう。こいつ、あいつコンボクソ強なんですけど。オッケー、これはワグマニスで X 打って取らせてエキドナで動線組みましょう。オッケー、そうこの 1.3 倍速が強いね。エキドナも今年だもん。これ 1.3 倍速がマジで増えた。何ワグマニス、リョモ、エキドナなどなど、 1.3 倍速がマジで増えた気がする。で、このサスターシャまずいですよ。ちょ引き見てから考えよう。ライツ。これどうしようかな。エキドナで取っちゃおう。エキドナはアタッカーです。エキドナで9100も削っちゃいます。で、仮に罠ゴマ打たれても貫通でぶち抜いて、ロック打たれてもライズでぶち抜くと。見えてるよ。これなんか村正とか持ってるぞってちょっと怖いけど。あとマンドラゴラもワンチャンあるな。でも今マンドラゴラ使えないからな。セックメと、さすがにセックメとコンボで次飛ばせないでしょ。でここ火力出したいよ。フェンリルかジン引いてくれて構わんが。エルケス、これエルケス飛ぶんじゃないの。行ってらっしゃい。行ってこい。
よいしょ。うわーマジか、簡単ですねこんな簡単に勝てていいんかな。やっぱエキドナ最強なんだよな。あと最近エストレーリアっていうキャラゴマも出てきて、速攻流強化みたいな感じでね、なんか速攻流で使えますよみたいな感じのキャラゴマ増えたよね。まあ、あいつについては個人的にはまあやっぱエキドナの方が強いなって思うんですけど、まあ、チャー流強化になったのかな、エストレーリアは。実際チャー流から打たれたんでね、この間。まあ、実際自分はねエストレーリア持ってないんで、手に入れたらねちょっと使ってみようかなっていうのはあるんですけど、巨人パンダン、豚面で可愛いな。マモン可愛いよね。今年出たキャラクターの中でね、ビジュアルだけで言うと、一番好きなのはリアンツィール。ありがとうございました。フェリアですね。で今後なんかね、俺結構今リアンツィール好きなのね。だからリアンツィールのなんか出てほしいわ。もっとリアンツィールを押してほしい。さあ初手エンデがありがてえ。で、エキドナもあるんですけど、まあこれライズ捨てるしかねえか。X エキドナ打つ勇気はない。そう、もっとね出てほしい。リアンツィール、なんか季節リアンツィール欲しいよね。夏リアンツィール出そうぜ、あいつに水着を着させてくれ誰か。さてと、エキドナどこで出そうかな。リョも、ここリョもいいっすね。リョもいいっすね。すい、ほいほい。さてこの 1.3 倍が煩わしいじゃろう。相手はランタイ引いていない。でこっちエキドナの強いところ、これ実はデバフ持ってるんですよ、このエキドナ。実は内緒にしてたんですけど、エキドナってデバフ持ってるんですよ。これ知らない人多いと思うんですけど、実はねこれ内緒にしたかったんですけど、エキドナってデバフ持ってるんですよ。マジで言いたくなかった。正直この動画が出るまでバレないかなって思ってたけど、エキドナってデバフ持ってるんですよ。これが強いんで、しかもそのランドタイラントで中和してくるのやめてくんない。オッケー。ユンジェのコンボ耐えれねえかなここ左ウェックスアンパイか。そしたら どっちもどうせも残るよね。いらっしゃいませ。エルケス残しつつ、エルケスこれまあ飛ばせないよね、さすがに。4400の 2.8800 の飛ばないな。左ウェックスこれでどっちかの動線残すんよ。まあ、エキドナ取られても2枚2枚ならギリ飛ばせるはず。今日の補正はあれちょっと足りないんだっけ。待って忘れた。待ってエルケスの単体でどれぐらい出るんだっけ。いやちょっと足んないかも。いやいけるか。あーでも守護者とかで隠されるとまずいな。待ってエルケス打てないかも。なんなら飛ばされるっていうそれは予想外。いや C5 打てばよかったな。 C5 打てばよかった。そしたらあれだな、あのコンボ食らわずに済んだな。うわマジか、やらかしたやらかした。まあ初手エンデが来てる時点でバハムート警戒するべきだし、あのエキドナのデバフかかってるからちょっと大丈夫かなっていう油断がまずい。やらかしたな。やっぱランドタイラント最強ですね。フェンリル最強ってさっき言ったかもしれないんですけど、ランドタイラントは進化の姿もあるんで、そう考えたらあいつが最強たるゆえんっていうのがね伝わると思います。やっぱ結局ランタイです。いや C5 打てばよかったな。 C5 打てばエキドナ取られても3枚返しの2倍コンボが残るんで、そっちでよかったな。ミスったな今。やらかした。はい、よし強い。意外と今日ラニもいるね。神のアタック下がってる時の混合デッキって強いんですかっていうのをね調査していきます。まあでも結局エキドナそうなんですよね。こいつ自身に火力があってってのがねマジで強い。これ初手量もいきます。で相手あんま HP 高くねえな。ラニ竜かだとしたらティポン怖いけど、オッケー。そやつはコンボないからエキドナ後出しでいいと思うな。ここオッケー。なんかエルケスのやる気がすげえな今日。オッケー、ガトいきます。で次エキドナ張ってエルケス剣弾持ってけたら美味しいよね。ねどうでしょうか、どうでしょうか。結構悩んでるな。オーラ引いてないし、こっから2手飛ばしでできるのか。おっと、オッケーオッケー。
新しい動線組ますのちょっと怖いな、この HP だと。普通に変エキゾナでいいな。さっきはあのブラダマンテのコンボが回復っていうのもあってあんま強くないなと思ってちょっとさっきあっちにしたんですけど、これはゴーゴク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 。こうなると相手新しい動線はここから組めないはずで、デバフもかかってるんで2手耐えれるんちゃうかな。これで2手耐えて俺はコンボを組まずに勝ちたい。よし、デバフ効いとる。でここでいらっしゃいませ。でライズのチャージは2倍か。1800ダメージを食らったとして、あでも3枚返しが通るのか。2倍でいいか。うん、2倍殴りして次エルケつけないか。ヘンビナとかもエフログでできるけど、まあコンボ2倍あるから大丈夫だ。ランタン引く。さあ3枚返しあるけど相手キャラゴマ溜まってないし、エンデが今日火力低いしデバフもかかってる。飛ばせないね。そうエキドナのねこの 15% デバフほん待つよ。おおジェンコ、うわー飛ばされたちょっとおかしくない？火力出すぎじゃない？うわマジか。おおこれ飛ばされるんか。あーでもこれ進化のティポン透過ティポンにしてたら HP 残ってたやつだな。マジかマジか。しかもさっきの試合もそうだなおいこれまさか進化のティポンやっぱきついんか。やっぱあいつきついんかマジかマジか。てかジェインはちょっとねドンマイっすわ。あのバハムートだったらさ今最大倍率出ないから、あーこれ絶対耐えたなとか思ったのにおい結局乱体最強じゃねえか結局乱体最強やないか。これこのデッキ貫通2枚しか入ってません。大丈夫でしょうか。ちょっと不安です。初手ワグ行こう。やっぱ10日のチポの方が強いんか。俺進化チポのちょっとロマンをねワンチャンあるかなと思ってたけどな。今んとこ10日チポにしてたら HP 残ってた案件が何個かあるっていうね。いらっしゃい。 OK ジェンコ引いてくる。素晴らしい。バンディースイヤー。おーレニアとか OKOKOK 怖いよなこの物理はな。でアレスが来るまでジェインを貯めたいところあるけど、バンディのコンボはどうだ。ロッキング OKOKOK。 これライズ初手からあったよね。最大まで出るよな。ロッキンロッキンダメージロッキンダメージロッキン。無駄だ。一度解除されたダメージロッキングはもう二度とのドッキングできない。お前も知ってるだろ。おっと S はな、これ J でぶち抜くか。これは J でぶち抜いちゃって良さそう。はい、はい、なん飛ぶんじゃない。いってらっしゃい。よし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 。簡単だぜ簡単だぜ。 OKOKOK。 今日アレス使うの結構勇者だな。だって今日のアレス神タンいないし、あれかなヒュプノスにメタ張ってるって感じか。オッケーオッケー勝ってる勝ってる。ちょっとフェンリルの霊圧消えたんですけど、誰フェンリルの霊圧が消えた。フェンリルの霊圧が消えた。あやつどこにいるんですか。フェリル頼むぞ。なんか来た。これブリンクか、ブリンクヘスティアか。フェンリルの霊圧消えた。マジで霊圧消えた。あいつどこ行った。これ X ティア来るな。 X ティア来る。ちょエルケス出さずに行くわって。 X ヘスティアありますで、上駅行くか。まあ、上駅強いんでね。アタック高すぎるな。けどなお前バケモンだな本当に。こんな分かる。あ X 打たないか。なるほどね。ちょこれ引き見てから考えます。 OK これちょっと取りますわ。これ取って次 D5 進行行こう。相手にこれでねあれです、手駒ずらして、どうせ F4 来るでしょ。でそこに対して D5 当ててあれですね、コンボゴリゴリつなぎ方針でいきます。
おい、ウィブ持ってる。それ OP。 これ右下 X ヘスティア来るかもな。引き見てから考えよう。よし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 、出番あるよこれ。ニナちゃん行きます。ニナへ俺の火力。よしで、クリ、これ次エキドナあれなんで、エキドナあれなんで、あ、ロッキングね。え、でもこれエルキ捨てるからオッケー。エルキ捨てるね。あの、フェンリル、フェンリル、フェンリル、ダメか。よし、これエルキつなぐ。はい、効果力。よし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 。で 1.6 か。いや、ま、任せろ。ティポーン、ティポーンをなめんな。お前ティポーンの火力なめんなよ、マジ。飛ばしてやるよ。いけるよな。 2.74 倍、5400くらいの。あー、なるほど。一回濁していくと。一回濁される。 1.8 倍ちょっと飛ばせねえな。マニス、ちょっと待って、冷静考えよう。ここは、A に当てて耐えれるかどうかよね。要は1500特殊食らって6700でしょ。ライブ込み込み、さすがにちょっと怪しいな。こっちこっちにしよう。なんかペトラとか行かれてたらしばかれるもんな。ちょ、こっちにするわ。ちょ、これビナーやめてね。マジビナーやめてね。でもヘスティア取ってる分手駒事故るからな。ビナーやめてね。ビナーやめてね。本当にやめてね。マジでやめてね。 1.8 の3枚返しか、2倍の2枚返しが残ってる。ウンディーネだったらぶち抜けるで、ロックも切ってるからティポン次出せるぞ。やめろよ、マジマジやめろよ。マジでやめてね。やめろよ、やめろよ。だよな。よし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 、そうだよね。オッケー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 。はい、ツポーンいきます。はい、これが進化のティポーンです。とうぃー、つえー、2.74 倍。よいしょー、ナイスナイスナイス。期待してたよ。期待通りの働き、ありがとうね。いいね、進化なんすよティポーンよ。進化で使うんすよ俺はよ。みんなさ、じゃない方芸人ってわかるか。テュポンの極炎じゃない方、メイのコブじゃない方、使ってますか。使いましょう、使いましょうね。ティアマトのダメージフィールドじゃない方、いやそれは逆か。ティアマトどっちかっていうとダメージフィールドのが見ないのか。ティアマトのバフじゃない方、ジェイの貫通じゃない方、バハムートの貫通じゃない方、使ってますか。使うんすよ。なんかいつかさ、あの、じゃない方芸人デッキっていうのを俺は考えててさ、これ面白そうじゃない、じゃない方芸人デッキ。あの、要はデッキのほとんどをじゃない方にするっていうね。どう、おっと、初手原人切るのは怖い。うーん、まあ初手でも言っときますか。で、上逃げされたらエキゾナで D6 いきます。はい、目そらすなよ。マジ目そらすな、目見ろちゃんと。これこういう、こういうあの怒り方の人いるよね。おい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 、お前、おうおうおう、お分かってんかお前、おい、目目見ろちゃんとっていう人おるよな。その目、目見ろって言われるのなんなん。こっち怒られてんねんからさ、目見たくないの分かる、目見たくないに決まってるやん。あ、ちょっと待って、これくさび取ったら良かったかもしれん。まあでも目見るのは大事だよな実際。俺、あの、バチェラー、バチェラーだっけな、バチェラージャパンかなんかのシーズン2見てさ、 1話だけ見たのね、あれの。あれでなんかね、ちょっとその目合わせるの緊張してる人がいてさ、まあ要はこれ どういうやつかっていうと、なんかあの、一人の女性に対して何人もの男性でね、その一人の女性を手に入れるためにこう競争していくっていうね、ような番組なんですけど、それでなんか目合わせるのすごい緊張しててみたいな感じの男性がいて、それ見ててちょっとだけあ、わかるよってなった。やっぱさ、好きな人と目合わすのってむずいよなって気持ちはわかる。でも俺は頑張って目合わす、だから目そらさない。でリョモはそういうやつ、やめて、痛い。 さあ、これちゃんとフェンリル手駒に来てくれてるんでね、絶対に勝ちます。はい、オッケー。で、これ B4 にニナちゃん行きます。で、これでシールド貼られても粒子語でぶっ飛ばすっていう俺の三段、どうでしょう。さあ、バフ残ってるんでね、いけるでしょう。シールド貼ってこいよ。お、ビナ来い、ビナ来い、ビナ来い、ビーナス来い、来い来い来い、ビーナス来い。
ーナス来い、ビーナス来い、ビーナスドス来い。まあ結局ね、フェンリルとエキドナが強すぎるって話ではある。やめろ。おー、バイセか。よし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 。よし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 。オッケー。いや、マジ速流強えな。本当に強えな。やっぱ神谷に当たらんかったらいけるんですね。素晴らしい火力。やっぱエキドナとフェン、エキドナ強えな、マジで。このキャラ本当に強いな。スキル優秀、コンボ優秀、ステータス優秀。こんな明確な速流強化あるんでしょうか。今年出た超ゴマの中で割と上位、なんかさ、ファーストシ、今年のファーストシーズン確かエキドナと、ハルマルと、ヒポノスだと思うんですけど、俺ね、この中で一番強いのね、これ全然忖度抜きで俺エキドナだと思う。マジで強いこいつ。だって課長の方も強いじゃん。でハルマルはね、アンチヒール、ツイン両方持っててさ、強いんだけど、リーダーの方って、あ、でもリーダーの方も強いな。あいつカップ戦で活躍したもんな、一時期。でヒプノスはじゃない方芸人になってるやん。全員強かったけど、エキドナかハルマルが最強だって気するわ。でもエキドナマジで強いよな。エキドナ強いな、マジで強い。ハルマルも強いけど、なんかマタンにハルマル、まあ、必須か、必須ではあるか。いや、どうなんかな。でも最近ハルマルのないマタンも結構見るからな。あの暗黒とかを考えたらね、ハルマル入れたいみたいな気持ちはあるけど、それ以外だったらハルマル以外のエスゴマのが強かったりするし。でもエキドナは速流に俺必須レベルだと思うわ。マジで強いこいつ。エキドナ強いな。おーおーおー、なんかめっちゃ強いね。何それ、ルイ 20% ギバフ、それ強い。おい、順位引いてくれ。で、お前コンボ何？え、コンボ強っ。ちょっと待ってや。とりあえずコンボ 2.2 倍ここに置いといて、でバフ手に入れたい。でバフって誰のことか分かる？そう、フェンリルです。フェンリル引け、フェンリル引いたらこれ F4 から2手飛ばしやってやるよ。相手ビラも切ってるしな。おお、だるい、そのマイティらしき何かしらは。まずい、ちょ、これバフ、うわっ、本当に引くのか。ただこれちょっとマイティだとしたらクソ痛いんだけど、いや、やるしかない。これでひよるやつは男じゃねえ。やるしかない。くっ、いや待って、これ耐えればいける。 6-8 でしょ。よし、耐えろ。700の毒プラス1000 やばい、単体1900で死ぬ。やめて、ルキアもやばい、やめろ。あ、終わった。でもこれしょうがない。いや、これはしょうがない。これはちょっとフェンリル来るタイミング一旦遅れさせてくれ、頼む。これは、まあ、エキドナあたりを引くしかなかった。エキドナかワグマニス引いてバフかけつつ次のターンにかけるしかなかったですね。いや、きちい、どんまいどんまい。いやー、あったけどな、今ワンチャンあったけどな。あのワナゴマがちゃんとマイティだったのは偉いな。あれマイティじゃなければしゃあねえな。やっぱマイティあるよね。ビナーココマイティっていう、なんか豪華な打ち回しというか、豪華なのが見まれましたね。さてと、アークワン、オッケー。ワグマニスにも素晴らしいね。なんかワグマニス見てたらさ、俺だけかな、あのカテキオヒットマンリボンの大人のランプを思い出すんだけど、そんなことない。角生やしてさ、エレクトリココロナータしてない、こいつ。俺だけかな。あの大人のランボに似てない、これ。そんなことない。若きボンゴレとか言ってさ、あの津田健さんなんだよね、声が。これ上行っちゃダメっすか。俺上行きますよ。ランだって相手ランタイ引いてないし、無理だと。え、これちょっと待って、アークマンって火力高いんだっけ。やべえ。大丈夫かな。ちょっと不安になってきた。やばい、上行ったの失敗説ある。いや、でもエキゾン引いたらバンチ解決。あー、ちょっと大丈夫かな、ちょっと。いや、でもこれね、要はあのシェンメイって手駒、あいつ自身が呪われないとダメなんですよ。あいつ自身が呪われてる人がある。だからシェンメイを避ければいける。頼む、シェンメイ避けろ。シェンメイを避け続けろ。呪うな、オッケー。右2枚でしょ、どうせあったらとしたら。避けろ、避け続けろ。あ、オッケー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 。だったらば俺は繋ぐぜ。
で、フェンリル来い。フェンリル来ないか。いや、残り行くぞ、俺は。さあ、つなげ、つなげー、ゼラー、よし。で、しかも、こっから一枚返しになるから、結構事故るでしょ。その F4 の、この D6 一枚返しだと耐えれるでしょ。OK? 捕食量どんなもん、まあまあ高いな。これちょっとグエリアス圏内に入ってないか。フェンリル引かないか。これさすがにグエリアス圏外だよね。呪いのダメージもそんな期待できないな。だったらこっち打ってコンボ残して冷静に行こう。よし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 。でマリーツヤ切ってるので D6 の捕食もきついと思うけどね。よし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 。グエリアスビヨンできる。結構回復するけどさすがにグエリ強いよ。よし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 。まあ、これは勝つよ。これは勝って叱るべきよ。いってらっしゃい。どうすこーい。ナイス。強いね。どうだ、どうなんだフェンリルこれはね半分ネタみたいなとこあるよ。結局ランドタイラントと同じ性能だから性能差なんてないだろって言われるかもしれないけど、実際みんなはどうだ。ポットでのフェンリルと、ポットでのフェンリルと約7年近くの月日を過ごしてきたランドタイラント、どっちが好きですか。これ待って、この人さっきも当たったくね。どっちが好きですか。7年の付き合いなんだぞ、約ランドタイラント。ね、測量来た、来い。お、ちょっと HP だけな。ティッポン引いてます。初手ガッチャン行って、でバンチャン行って、チュポン行って、固め打って、金玉打って、内臓打って、あと借金が3,807万。やっぱデビルハンターが一番儲かるよなって言いたいところなんですけど、これ どうするみんな取るか。俺はジェニーあるから取っちゃおうかなと思います。ただね、最近の測量の これはね昔の測量はねこういうのあるんですけど、最近の測量の怖いところはここからマロニーとか飛んでくるんでね。あはー、やらかしたー。ドンマイでもそいつ行かれてるんだったらどの道みたいなところあるわ。いや待てー、まずいよ。マロニーかエキドナ引いてワンチャン耐えるしかない。頼む。待って、このデッキマロニー入ってたよね。入ってた、うん入ってる、間違いない。だってこれフェンリル引いても飛ばないよね、さすがに無理だよね、知らんけど。きつい。マロニープリーズ、マロニープリーズ。はい、おお、本当に行くのね、本当に来るんだ。いやただちょっと待て、だとしても、あ、いやでもあれか、そうか、出番消える。いや、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある最強すぎるこのコマ、ワンチャンある。デバフなくなる、ある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 、ガチである。え、だって相手ゴーラ引いてないよね、3枚がしたれるよね。来てる。ああ、いやでも大丈夫だ。ガトーは、ガトーが凍らねえ。あぶねえ。行くぜティポン。おお、ティポンじゃ。最強。いやマロリーなんだよな。S ゴマを止めた A ゴマで。ナイスセーブすぎるだろう。何その神セーブ。アルゼンチンのゴールキーパーかよ。やばすぎ、今の神セーブすぎるんだが。 OK、 次ラスト行こう。なんだ今の神セーブ、天才か。よし、加藤よく使うデッキ速攻流デッキ OK。 俺も速攻流好きなんだ。2017年の8月12日から始めたそうですね。2017年の8月といえば呪いが出たあたりじゃないか。おお、速攻流デッキ好きじゃないというかよく使うと言いながら握っているのはヒュプノスと、ね、よし、エキゾナある、ジェインある。でこっからフェンリルも引いていく、キュポンも引いちゃうよ。オッケー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 。初手オーリックね。でどうせ上ヒュプ来るよな、これどうしようかな。こいつコンボないよね。ちょ、これあえて平行っていうさ、ちょ、俺あえてこっち行っていいですか。俺あえてこっち行くわ、あえるわ、あえてこっち行くわ。ちょ、 B6 ヒュープロス打てよ。でこの後 E3 打ってお前コンボなくて、で D6 にエキドナ的な、よし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 。ちょ、俺あえて平行行くわ
俺速攻リで人生初かもしれない平行打ったの。よしでこれグエリアス打って、そうこいつコンボないんでね、オーリックがちょっと俺はあえてこっちから行くわ。でそれであのヒュプノスの動線を避けることができる。さっきのだと D6 進行で P3 打った場合ヒュプノスのコンボ受けないといけないみたいなとこ若干あったから、あえてどっしり行ってみるわ。まあでもこのデッキチュポン編成あの10日のチュポンとかじゃないから普通に X から打ってよかったせいってあるけど、さてとさあエキドナ打ちますよ。いらっしゃい。おしよし、さらにバフも焚きつけていく。でここでOK デバフ行きましょう。よしよしよし、さあ行きます。でこうなると相手打つ場所ほとんどなくて、 F に打ったら右下 X しか打てなくて、そうですね、相手にゴリ押しする手駒がなければ大丈夫。どうする F2 でそんな強い駒ある？トゥルラとか打たれるのが一番嫌だ。でも持ってたら早く出せる気がするけどね。どうなんだ。あー待て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 、まずいまずい。いやこれドッカンバトル始まりです。OK です、これドッカンバトルします。ちょっと待ってください、これドッカンバトルの始まりだな。待てよ、 D に打って C 打たれるカード打ってもどうせ残るか。いやもう勝てな。よし、いやこれドッカンバトルです。ドッカンバトルです。これコンボなしでぶっ飛ばします。これこれコンボなしでぶっ飛ばすしかない。頼むフェンリル、フェンリル手駒に来てくれ。フェンリルくれ。おーちょっと待って、それマジ強い。やめて、やばい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 。え待って待って、これどうしよう。えこれどうしよう、ま、待ってね。えマジでやばくない？だってこれ B3 打っても動線組まれる、 D に打っても C 打たれる。うわ終わってるんですけど、どうやったら勝てるんだ。火力出さないと間に合わないよね。いやでもこれちょっとマロに打つしかないか。で一応こっち打ったら俺は新しく動線一応次のターンで組める。で2ターンだから OK、 これ2ターンだから俺のここから2手飛ばしが狙える。ワンチャンある、これでかけるしかない。俺のバフなくなるけど、でも相手のヒップのデバフなくなるから、ワンチャンこれしかない、これしかない。あら右下 X、 いやいけるか、 E6 で動線組める。いやこれしかない、マジこれしかない。ガトライズ、オッケー、ガトライズだったら次シーチ耐えれそうな雰囲気がする。待って、中池、頼む、フェンリル、カモン、待てよ、どうすれば勝てるんだこれ、どうやったら勝てる、どうやったら勝てる、ジェイン打つしかない、ジェイン打つしかないのか、ジェイン打つしかないのか、頼む、頑張れ、頑張れ、オッケー、ま、バイス復活してない、シーチ耐えるよね、頑張れ、頑張れ、頑張れ、いや次フェンリル引いても、ちょっと飛ばない気がする、やめて、やばい、フェンリルここで行くしかなかったか、ちょヒプノス強すぎだろ、やめろ、やってこれ油断してシーチ打ってくんない、油断しろ、これ右下 X、 うーわーデバフ強すぎ、これバイセ復活しちゃうな。でも A4 で当選取って一発耐えるしかないな、頼む。あージュポン引いてくのね。いやでもさすがにジュポンじゃん、デバフ効いてる以上飛ばせないよな、無理だよね。 2.8 倍、いや無理か。でもどうせバイス引かれてたら俺ともう飛ばされると思うんで、もう俺行きますわ、削る削る。いや惜しい、これ右光姫じゃなかったらいけた、惜しい。まあどうせバイス引かれてたら無理なんで、ちょっと俺軽々出しました。あハロメのことは考えてなかった。あー火力抑えたら耐えてたかも。あーハロメは忘れてた、ハロメなら耐えれたかも。そんなことない、どうなんだろう、言うて、でもあれ、いや、そうだよな。あれ、E6 打てばいけたか。いや、今 E6 で火力抑えて、ライフバの火力抑えればいけたかもしれん。ちょっと正常な判断できなかったわ。くっそ、惜しい、ワンチャンあった。ちょっとあの、グノマジやめてくんねえか。あいつやばいわ。ほんと強えな。いや、ドッカンバトル失敗か。でも、テュポンワンチャンあったっすね、今。テュポン強かったよ。ワンチャンとワンチャンあった。はい、ってことで、あの今のは1回 E6 で濁してからでよかったっすね、うん、それができればロックとかシルドとか来なければワンチャンあったな。まあでも惜しかったですね。ということで速攻流でも結構勝ってたんで、よかったら皆さんも速攻流使ってみてください。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。